落語ミュージアムは大阪府池田市坂本町にある私立博物館である。落語ミュージアムは愛称であり、正式名称は情報落語資料展示館である。情報落語に関する資料が常設展示されている。私立の落語資料展示館としては日本初である。伝統的な文化を継承し、発展させることや観光を振興させ、 地域を活性化させることなどを目的として設立された。指定管理者は池田市観光協会である。建物の延べ床面積は275.5平方メートルである。1階には落語会などで使われる講座や情報落語の歴史などが上映される映像コーナーのほかイベントホールやトイレなどがある。二階には落語に関する資料が展示されており、 無料で CD、DVD を視聴したり、書籍を読んだりすることができるコーナーがあるほか、和室や身体障害者用のトイレなどがある。池田市では2001年に本町通りの整備工事を開始しており、これに合わせて昭和時代の初め頃に建設された鉄骨構造2階建ての池田銀行の建物を解体した後、同建物の外観を復元して再建された。 ゼニータカ組とアバーソシエーツが共同で設計し、ゼニータカ組の大阪支社が施行し、2007年3月31日に竣工された。2007年4月29日に開館した。開館当日は落語家の桂米朝、桂春男児、当時の市長の倉田カオルラが鏡開きを行った。2007年10月、落語家の桂三ラ氏が名誉館長に就任する。 同月より、アマチュア落語家の養成講座が開催されている。2009年より、社会人落語日本一決定戦が開始される。池田駅から北へ、徒歩約8分。最寄りのバス停は、阪急バス、西本町バス停である。ありがとうございます。